はい、皆さん、こんにちは。アルゼント研究会の矢沢です、えー。今回はですね、スタイリッシュホラーということで、スタイリッシュホラーをね、えー、ベスト10という形式でですね、10分ほどご紹介したいと思います。同、えー、じ目の作品も入っているかと思いますけれどもね、えー、ということで、今回もですね、あの、コライダーというね、あの、アメリカの、えー、サイトからですね、引用しているんですけれども、ダニエラ・ガマさんという方が書かれたですね、えー スタイリッシュホラーといいますかね、洋式化されたホラーといいますかね、まあ、そんなものの、ねまあ、代表的なものを10本ほど挙げさせていただいているということになります。本当にね、あのホラーというと、どちらかというとこう、昔から言うとね、踊ろしいとかですね、ちょっと汚らしいとかですね、ゴアだとかね、まあ、そういったイメージがあってね、えー、まあ、ホラーは嫌だっていう。 えっとね、そういうあの一般的なねあの映画ファンというのも多いわけですけれども、まあ、その中でもですねやっぱりこう美しいとかですねスタイリッシュだとかかっこいいとかですね、まあ、そういったホラーというのもかなりあるんですよね。そんなところでですね、まあ、今回はそういった形で、まあ、汚らしくないって言いますかねあのまあいわゆるこう 怖いながらもね、ちょっとおしゃれだとか、そういう作品というのはかなりあるわけですね。まあ、当然、ダリオ・アルジャントの作品というのもそういったところに属すると思うんですよね。本当に無ったらしい殺人事件だとかですね、もう血がばっと吹き出るようなね、シーンもあるんですけれども、やはりこう美しいとか、様式美であるとかですね、えーまあ、ビジュアル的にこうなんか華麗だとかですね、まあ、そんなものがあるわけですね。特にですね、あのまあ、新しい最近のこうこう力のある監督であるとかですね、まあ、A24 というね、 あの作家集団あのいわゆるこう制作者ですよね制作者が A24、えー、がこう例えば最近作ってるような映画っていうのは、まあ、どちらかというとこう過去のねこういわゆるこうホラーホラーした作品よりもこう一歩変わったと言いますか一歩こうちょっとね違ったような形でですね華麗な作品だったりですねすごくこう特徴的だったり作家性の出る,出るようなね作品というのもありますので、まあ、いわゆるねこう大きくホラーというふうに言いますけれどもホラーのジャンルというのはね あのまあ、そういった形のこういろんなあのところに分かれていく中でですね、あのホラーというものがこうどちらかというとこう B 級と言いますかね、あの知る人ぞ知るとかですね、さえーとまあ、どちらかというとカルチャーというよりもサブカルと言いますかね、サブカルチャーだというような形で、まあ、捉えられていったものがですね、まあ、むしろねあの、メジャーなあのジャンルの一つというような、ね、形になってきているんではないかなということですね。まあ、そんなところでね、やっぱりこう恐ろしいとか、まあ、人の心をね、ちょっとこう、 震わせるとかねそういったものっていうのは場合によってはねものすごく華麗なものだったりするわけですよ、ね、かっこいいとかね、まあ、ちょっとねこう悪,も悪いちょい悪おやじじゃないですけどねちょっとその何ですか、ね、あのいわゆ悪の魅力って言うんですかねそんなものもねかなえ備えていてですねあのむしろねちょっとそういったものに惹かれる一定の観客っていうのは非常に多いかなと思うんですよねそんなところでね今回は まあ本当に怖いだけではなくてね、まあ、怖いというのは中核に置きながらでですね、まあ、非常に美しいとか、まあ、ビジュアル的に優れているとかね、まあ、そういったところがですね、あるような作品をね、えー、さあのー、ご紹介していきたいと思います。はい、えー、とそれではね、早速10位から1位までということで、10本ほどご紹介していきたいと思うんですけれども、まずはえと10位からいきたいと思うんですが、まあ、これはね、あのどちらかというと、何ですかね、あのー 10位というよりもねあの、まあこれも純不動で見ていただくのが一番いいのかなと思いますけど、まず10位がですね、えー、2016年のですね、えーと、ネオンデーモンということになります。ニコラス・ウィンディング・レフン監督作品ですね。まあ、こちらはどちらかというと、初めて見た方も、なんかこう、なんですかね、カラーが綺麗だとかね、ダ、ま、リー・ワルジェントの。 影響が濃厚なんではないかとかね、まあ、特にサスペリアとかねインフェルノなんかのこう影響が多いとかっていうような印象があるのかもしれませんけれども、まあ、このねあのネオンデーモンどっちかっていうとこうなんかこうねすごく対策とかねこう力の入ってる作品という形ではないんですよねまあ、でもですねものすごくねあのまあ最高位とかねこう歴史に残る傑作というふうに言えるのかどうかっていうのはちょっとまた疑わしいところもあるんですけれどもあの 非常にね、スタイリッシュな作品というふうにいいかなと思います。まあ、あの、ニコラス・ウェンディング・レフンだとね、ドライブなんていう作品もありますけども、このネオンデーモンっていうのは、このエル・ファニングが演じるね、まあ、少女、少女っていうのかな、あのまあ、女性ですよね。まあ、これがねあの、彼女が自分の夢を叶えるというような目標でですね、ロサンゼルスに、ロサンゼルスにですね、まあ、引っ越してくるわけですよね。まあ、その中でですね、まあ、モデルの世界でこうね、一流になっていこうという、まあ、野望っていいますかね、まあ、そういったものを持ってくるわけですけれども、そういった中でね、 やっぱりこのジェシーというね役はですねこう美しくて若いというねところでやっぱりこう羨望のまなざしみたいな形になっていくわけですね。やっぱりこうね出る杭悔あの打たれるみたいなところですね。やっぱりこう美女とかねすごく人を引きつけるなんていうかあのそういうものを持っている人っていうのはまあすごくね人から好かれると言いますかね。まあ、こう すごくみんなが好きだっていうあの一方ですね。まあ,あ、同業者というかな。まあ、そういったところからはね、やっぱりこう、嫉妬されるっていうのは当然あるわけですよね。まあ、どの世界でもね、こう、やっぱりこう、なんだろう、<laughs> 芸能界でもね、やっぱりこうで、出ていけばね、すごくアンチ、あの、ファンがいる一方ね、アンチっていうのも当然出てくるというような形になっていくわけですよね。まあ、それはどこの世界でも同じだと思いますよ。会社でもね、出世する人がいればね、それだけ出世しない人もいるということになりますのでね。まあ、どの世界でも同じかもしれませんけれども、そういった中でね、ファッション業界、 でですねまあ、非常にこうねいろいろと,色々とこう問題がいざこざが起きていくというような話ということになりますよね。はいまあ、こういったことで、まああのまあ、ストーリーはストーリーでねそういった形で面白いんですけれども、まあ、むしろねこのいわゆるこうネオンデーモンというタイトル通りですねネオンですよねネオンということで、まあ、そういったあのいわゆるカラーといいますかねその照明効果だとかねそういったところがやっぱりこうすごく素晴らしいのかなということで、まあ、すごくスタイリッシュなホラーということでね挙げさせていただきたいと思います。まあ、本当に、ね、あのファッション 業界ののななんていうのかなあのこう外から見てるとね、美しいとかね、華麗だとかって言いますけれども、まあ、それだけじゃなくてね、非常に危険だったりね、すごく危ない世界というのがある。まあ、そしてね、やっぱりこうみんなこうスターになりたいとかね、すごくこう目立ちたいっていうね、いわゆるフェームですよね、フェームなんて映画もありましたけどね、フェームを得ようと思えばね、やっぱりね、こうその一方でね、フェームを勝ち取れなかった人間というのが出てくるので、やっぱりね、こう 一定ののののといいいうものがあるるででそこの中に入れるか入れれかかなってすすごく大きいですよねちょっとなんか説教人みたいな話になっちゃいますけどそんなところでですねあのー、まあすごくねあのある意味ねすごくこう業界だったりまあどの世界でも共通するものなのか,なのかもしれませんけれどもそういったね非常に面白いメッセージを出しているということですねまあ本当に撮影としてもねこれはロサンゼルスのダウンタウンで,ですよねでまあそこで撮られた まあ独特のね、あのウィンディング・レフンの雰囲気ですよね。まあ、そういったディレクションも相まって,てですね、まあ、サイコホラーという分類に属しますけれども、その中でもね、やっぱり素晴らしい作品だと思いますね。まあ、特にね、えー、とこのナタ,ナターシャ・ブライエという撮影監督がいるんですけども、まあ、彼の、ねえー、とネオンカラーの雰囲気っていうんでしょうかね、あのすごく撮影のところがね、まあ、素晴らしいあのそういったあの色彩効果でこう、この映画をね、こうちょっと一歩際立たせると、際立たせるって。 はい。えー、とそしてですね、次に行きたいと思いますけども、9位。9位はね、これはもう今、なんかこうね、大監督になっちゃった、なっちゃったというかね、あれですけど、あのギレル・モデル・トロの監督作品なんですけども、えー、とクリムゾン・ピークという作品をご紹介したいと思います。2015年の作品ですよね。まあ、こちらはですね、まあ、もうギレル・モデル・トロはもアカデミー賞監督ということになっていますけれども、まあ、その中でもね、まあ、あの、 大作だったりね話題作だったりこうねすごく、えー、いうものたくさんゲレルモデルトロねありますけどまあ基本的にねあのどちらかというとホラーの世界からこう出てきて今ね大監督の仲間入りを果たしているようなあの監督ですけれどもまあビジュアルに関して言えばねこのまあいろいろな作品もあるんですけれども、えー、このクリムゾンピークですよねあのどちらかというとこのフィルモグラフィーの中ではねあの まあこうかなり有名な作品がたくさんありすぎてですね、ちょっとね、どちらかというと、ギレル・モデルトのな・トロの中ではですね、ちょっとこう地味な作品にね分類されるのかもしれませんけれども、まあ、2015年のこの、ねまあ、ホラーですよね、まあ、こう人が死んでいったりねするような中で、あとはまあこういう予言だとかね、まあ、死者が見えるとか、そういった世界。 とですね、あとはこの様式美ですよね、まあ、セットも相まってですね、まあ、そんなところがね魅力的なこう美学みたいなものをね、えー、まあ提示しているという作品からするとね「クルミゾンピーク」というのもこう非常にこう、えー、スタイリッシュな作品の中でね素晴らしい作品だと思いますまあこちらはですねあの、まあ、イギリスの人だと離れた邸宅で起きていくような話なので、まあ、どちらかというとこう家物のホラーっていいますかねあの家物家というかあの、えー、館の中で起きる、えー、と事件 を扱った作品とも言えるんですけれども、まあ、このいわゆるこう宮橋スかというね、あのこの、えーとね、俳優さんがこう演じてるね、いわゆるこう作家ですよね、作家というか小説を書いてる、ねまあ、じあの人物がいるんですけども、かえー、とこの、ね、いわゆるこう小説家の卵っていうんでしょうかね、を中心として展開していって、その中で、ね、ちょっと,あの、えー、とこうイギリスの、ねまあ、非常にこう過去、暗い過去といいますかね、こう 草を殺してていたりとかってですね、まあ、そういったあの暗い過去を持つなんか正体不明の人物ですかねとこう出会ってですね、まあ、結婚していく中で結婚したりですね、まあ、そんなようなことをする中でですねいろいろとこう過去が明らかになってくるというような形ですよね、まあ、だからこう館の中で超常現象だとかね、まあ、こう幽霊みたいなのを見ていくというとあの、まあ、すごく傑作でね「あのまあ、開店」という作品がありますけどまさにねこのイギリスというイギリスのねこう館を舞台にした作品。 の中のね、その館の中の造形だとか、そういったところも相まってですね、非常にこうスタイリッシュな作品ですよね。まあ、このクリムゾンピックというのはこう、ピックというのはですね、非常にこうスタイリッシュな、えー、とホラー映画で、なおかつね、まあ、ロマンチックな要素もあるというかな、まあ、そういったこうちょっと過去の恋愛だとかね、まあ、そんなところも相まってですね、不思議な、ね、雰囲気になっていく形の作品だなと思います。まあ、内容についてはね、ちょっといろいろな謎とかね、まあ、あの幽霊が見えるとかですね、そういったまあ能力のあるね、 人物があの主人公ということになりますしですね、このクリムソンピークというのもあの、まあ、地名なんですけどもねこれ、それに気をつけろというような予言があって、母親から、母親の幽霊からですね、まあ、そういう、まあ、なんてうかね、信託というかな、そういったあの謎の言葉を持っていてですね、そういったところを扱っている作品ということになりますので、まあ、いろいろな、ねまあ、殺人やり、この いわゆるオカルティックなね要素がありですね。まあそのスタイリッシュなイギリスのね雰囲気がありということですよね。まあそんなところでですね、まあこう、ディレルモデルトロから言うとね、決してこう代表作とは言える一本ではないのかもしれませんけれども、まあどちらかというとね、あの過小評価というかな、あの、思ったようには評価されてない作品かもしれませんけれども、この演出のね、こう、いわゆるこう、映像設計ですよね。まあそんなところだけでもですね、非常にこうね、見るべき作品かなと思いますよね。はい。えっ、ー、と、それがね、 えっと、19位ですね、9位になりますね。で、次、8位いきたいと思いますけども、8位はですね、えっ、ー、とね、ちょっとあの、えっ、ー、と、1992年ですから、1990年代に戻りますけども、1992年の作品でですね、デビッド・リンチの作品ですね。まあ、デビッド・リンチの作品はね、大体こう、スタイリッシュなもの多いんですけども、その中でですね、今回は、えー、とツイン・ピークス、ローラ・パーマー、最後の7日間という作品を上げたいと思います。はい。えっ、ー、と、まあ、デビッド・リンチ理事にね、 このやっぱりこうビジュアリストといいますかね、映像が非常に優れてるっていいますか、特徴のあるね監督で、内容がちょっとわからないようなところも多分にある監督であると思うんですけども、やっぱりね、すごくやっぱりこう視覚化と、視覚っていいますかね、映像に訴える作風の監督だと思うんですよね。そんな中で、ねまあイレーザーヘッドだとか、ねマルホーンドドライブとかね、そういった作品もまあ,ある中で、ですねまああのまあむしろねそういったイレーザーヘッドなんていうのは、すごくねあの知名度のある作品で。 ですけれども、まあ、ツインピークスね、まあ、こちらこの、えー、とテレビドラマですよね、テレビドラマのシリーズの中なんで、まあ、そういったものの中なんですけども、まあ、そこの中のスピンオフですよね、スピンオフという形で、えー、とこのね、一、えー、本という形で、その中、そのツインピークス自,社自体がですねこう視聴率がこう低迷してきてですね、あの非常に面白い作品だと思いますけれども、低迷した中でね、まあ、打ち切りというような形になりつつある中でですね、まあ、これやっぱりこうツイン、あのいわゆるね、 スピンオフという形でまあ作っておかなければいけないなっていう形でまあ作られた映画ということになります。で、まあ、ツインピークス、ローラン・パーマー、最後の7日間っていうのが、えっ、ー、と、まあ、放題ですよね。まあ、現代の方はね、ツインピークス、ファイアーウォーク・ウィズ・ミーというタイトルっていうか、あの、英語のね、タイトルなんですけども、ローマローラン・パーマー、最後の7日間というタイトルがあるだけでな、ね、んとなく雰囲気わかりますよね。で、まあ,あの、のまあローラン・パーマーというね、あの、 まあ人物がね、登場人物がキャラクターとして登場すると、シェリル・リーが演じてるんですけども、まあ、その、ね、中の、まあ、ちょっとこう、すんだ生活を送っている女性ですね。まあ、彼が、彼っていうか彼女がねあの、いわゆるこう、えーとまあ、主人公という形で展開していく物語ということになります。まあ、こちらはですね、テレサ・バンクスという、えー、とパメラ・ギドリーが演じてる、まあ、キャラクターが殺されてですね、 ななかなかね、まあ、その殺人事件が起きるわけですけども、まあ、そういったところがね、まあ、非常にこの殺人事件が捜査する中でこう迷,宮入りか迷宮入りになっていくわけなんですけども、まあ、そこから、ですねちょうどその殺害から1年後の、ね、ローマからのですね、まあ、ローラ・パーマーのこの生活といいますか、まあ、彼女を取り巻く、ね、状況というのをこう、ね、追っていくというような作品になっていくということになります。特にですね、まあ、こんなところはねあの映像としてはね、ねいわゆるワシントン州。 でですねまあ、撮られているわけですけれども、まあ、そこで撮影された雰囲気っていうのはこうなんすか、ね、あの非常にこうねあのいわゆるこ,う、えー、とこのあれですかねあのデビッチ・ロンチがねきちっとこう撮っているといいますかこう映像設計なんかは、ね、すごく美しい作品ということですね特にまあ独特の雰囲気というのがあるのとこのなんか雰囲気というかこうあのドラマ自体もね非常にこう操作者という形になりますので魅力的にね物語になっていてこう映像とねやっぱりこう独特の操作者というところのね あのところがこう,うまく噛み合ったような作品ということになりますよね。はい、ということでねあの、まあ、ここはツインピークスのスピンオフということになりますけれども一応ねその前日短っていうような形にはなるんですよねドラマのね。なんですけれども、まあ、一応ねこれは見とく必要があるとかあのまか、あ、この映画自体は楽しめることは楽しめるんですけどもこのねあのローラ・パーマ最後の7日間を見る、まあ、前提としてですね、まあ、ドラマの内容というのはとりあえず知っておく方がいいかなということからするとちょっとね単品で。 をね、扱うよりはちょっとこれだけ見てもねなかなかこう真に楽しめるかどうかというところあるかなということでまあこれはスピンオフだったりねこの続編とか前日探のねあの物語としてはまあしょうがないのかもしれませんけどねあの絶対のこのドラマを知った上で見ていただくと余計よりね楽しめる作品かなという気がしますよねはいえっ、ー、とそしてですね7位に行きたいと思うんですけども7位はですねえっ、ー、とこれもよく出てくる作品なんですけどウィッチですね2015年 ロバート監督作品ということになります、まあ、こちらねあの、まあ、あのロバート・エガースね結構いろいろとねいろいろな映画撮るようになってねあのノスフェラトとかもねこう今後撮るっていくというような話というかニュースが出てますけれども、まあ、非常にねこう優れた映像作家の一人ということで、まあ、ちょ注目されてるあの監督ですよね、まあ、このね中でもあの、まあ、初期といいますかねこのロバート・エガースがこう 長編としてはね、非常にこうね、最初の方で作られた作品ということで、まあその後もね、かなりの活躍ぶりはね、あの皆様もですね、ご存知なところかなと思います。はい。で、こちらはですね、まあやはりこうニューイングランド地方を舞台にしているということでね、まあ都会の話ではなくてね、まあ、ある意味田舎というかね、牧歌的な話なんですけれども、まあ特にね、昔の、えっ、ー、となんですかね、あのー、時代というかな、まあいわゆる経験なピューリタン。 一家を描いているというような形になりますので、まあ、こう宗教とねちょっとこう田舎の話ということで、まあ、ちょっとそういったところを相まってね、あのまあ、ウィッチという、まあ、いわゆる魔女ですよね、まあ、こういったことが絡んでくるような話ということになりますよね。まあ、そこでね、やっぱりこの、すごくね、あのビジュアル自体はこうなんか美しいというかなんかこう、独特の、ね、雰囲気がある作品ということになりますよね。まあ、こう信仰であるとかね。 あとね、女性というものだったりですね、いルこう世代間のトラウマだったりね、そういったことだったり、あとはまあ家族ですよね、家族が移り住んでくる話ですので、家族間のね、こう,うまくかみ合ってなさの人間関係と言いますかね、まあ、そんなところを合わせた、合わせ持ったような作品ということになりますよね。で、このね、あのえーとまあ、トーマシンというねこう、えーと、配役というかキャラクターを演じる、やっぱりこうア,ナアニア・テイラー・ジョイですね。アニテイラー・ジョイはね、やっぱりこう、なんていうか、すごい美人、あの、 というわけではないというか、本当美人だよっていう人もいるかもしれませんけれども、あのちょっとね、やっぱりこうなんかこう、ちょっと変わったねあの、魅力を持った女優さんですよね。そんなところでね、アジャチェ・エライ・ジョイがこうね、まだこうね、すごく若い段階でね、あの登場した作品ということで、まあ、彼女のなんかこう、やっぱりオーラを感じさせるっていうのかな、そんなところがね、こう。 あるかなっていう感じの作品ですよね。はい。そんなところですかね。はい。で、それがね、えー、とウィッチという作品です。で、次はねあの、6位になるんですけども、やっぱりちょっとウィッチものが続いてですね、えっ、ー、と、今度もやっぱり魔女ものなんですけれども、えー、と6位はですね、ラブウィッチという作品です、えー。2016年の作品。まあ、こちら、ご覧になった方いるかっていうとなかなかそんなにいないのかなと思います。これはあの、ちゃんとした劇場公開、日本も含めてですね、まあ、日本もね、なんかこう、ちょっとした映画祭で上映はされてるんですけども、これはあの、 本当にこうね、劇場でバーンと大々的に公開はされてなくてですね、まあ、映画祭とかね、そういったところで上映されて、非常にね、あの批評家受けはすごくされてる作品なんですけども、ちょっと足りないところがあるんでしょうかね、興行的にね、あの大きくはね、大々的な公開はされてなかった作品なんですけれども、えー、ちょっとラブウィッチね、という作品、アンナ・ビラー監督作品ということになります。まあ、こちらはですね、なんかこうね、まあ、魔女という言葉ってどちらかというとどうでしょうかね、あの要するにこう、えっ、ー、とね、 奥様魔女とかね、魔女っ子なんとかとかってありますけど、それと別にね、イタリアンホラーですよね。イタリアンホラーだと魔女ものとかね、魔女裁判とかね、ダリオ・アルジェントの作品もそうな、魔女三部作もそうなんですけども、魔女っていうとね、どちらかというとイタリアンホラーだとかなり定跡と言いますかね、万弱な一つのテーマではあるんですよね。特に魔女として痛めつけられるというかね、魔女狩りみたいなのがありますね。そういった歴史にありますので、日本だとね、魔女狩りって言っても、特にね、日本の歴史の中では魔女狩りっていうものが特に、 あのないと言いますかね、そういったものがないわけですけども、まあ、そのね、やっぱりこう、えっ、ー、と、欧州なんかだとね、そういった魔女狩りとか、魔女裁判みたいなのがあってですね、あの非常にね、魔女っていうのはこう人を惑わすとかね、そういった存在だったりするわけですけども、まあ、あの奥様の魔女のね、魔女っていうのはなんかね、すごくコメディタッチでね、すごく魅力的な魔女ですけども、まあ、そんな中でですね、このラブウィッチなんですけども、この,あのサマンサ・ロビンソンがこれ主演で演じてるんですけども、エレ,ンエレイン・パークスというね、 いわゆる魔女なんですけれども、えーとまあ、これは一、まあ一言で言うとね、こうみんなこう女性がこうの彼女のね、あのー、魔法とか魔術によってメロメロになってしまって、この,この、ね、エレンインをみんな好きになってしまっていくと、あの本当にこうねもうメロメロになってこう男がねみんなこう恋に落ちてしまうというところで、ですね、まあ、どんどん本当に好きになってねいろいろこう収拾がつかなくなっていく中でね、あんまりこう、ね、好きになりすぎて相手を殺しちゃうとかですねこう始末しようとかね、だからなんていうのかな、あのまあ、好きになるっても。 あの本当にこう恋は盲目とかって言いますけれどもです、ねやっぱりこう、ある程度ね、切度がないと怖いわけですよね。だそういった中でね、これ非常に何て言うかな、ある意味あの、でも怖いというよりもコメディータッチなんですよね。ということで、このエレインは、ね、こう魔女とか惚れ薬みたいなのも跳、ね、躍して飲ませると、ね、本当に好きになっちゃってね、わーってなってね、例えば祭祀ある男性でも家族を捨てて,てもでも、ねまあ、彼女の。 こことが本当にう離れられなくなるって言いますかね、もう溺れてしまうというかね、そんなところがこう出てくるわけでですね、まあそういったことを、なんか本当に一時あのなんていうかな、あの描き方によってはね、刃物三昧とかね、そういったこう嫉妬だとかね、こう不倫だとかね、そういったところに走りや,やすいような題材ではあるんですけれども、そうではなくてね、まあいかにもね、それ自体はちょっとコメディータッチで描きつつ、ホラーだという不思議な、まあ人を死ぬとかね、この、 エレイン自体がねこうあんまりこう好きになりすぎたね、男性をこう殺しちゃうとかね、まあ、そういったところもあるわけなんですけども、まあ、そういった、ね、作品ということになりますね。で、えー、とこれはねどちらかというとこの魔女物っていうのはねあの、まあ、マリオ・バーバなんかもそうなんですけども、まあ、イタリアンホラーとかねそういったところでは非常にこう1930年代とか,か1950年代ぐらいでしょうかね、まあ、そういったところでねあのいわゆるこう魔女物というのはまあかなりねいろいろ作られているわけですけども、まあ、これはねあの、まあ、それを オマージュというかなあの、いうようなところもあるわけですよね。まあ、非常にこうスタイリッシュな作品ということになりますので、でまあ、中身はね、まあ、あのお話ししたようにね、こう男たちがね、バンバン惚れてしまって、悲劇をもたらすみたいな話ではあるんですけれども、これやっぱりこうビジュアルですよね。特にあの、なんていうのかな、この新しい作品といいますかね、これ2016年の作品で、まあ、2000年代、特にね20年2010年代に撮られた作品なのでね、もう本当に、なんていうのかな、あのいわゆるこう デジタルだったりね、まあ、相当ねこうきちっとした新しいし映像手法が撮られてもおかしくないような時代の映画なんですけれどもむしろねこうえー、とまあ、1960年代の雰囲気っていうんでしょうかね、まあ、マリオ・バーバーとかねその時代でしょうかねのようなねあの いわゆるこう古いというか古めかしいというか意図的にこう古典的なね雰囲気の映像を作り出しているというところがこのなんていうか古典的な魔女物っていうんですかねそういったイメージがあるのでまあそういったところからするとねいかにも昔の昔というかこうちょっと一世代前のね映画を見ているような気持ちにさせるというところからするとねこのビジュアルの強さということになるかと思いますけどねまあそこがねあの素晴らしいところかなと思いますはいえーということでこれあのラブウィッチねという作品ですねまあ本当にねそういうちょっとね はい。えっ、ー、と、そしてですね、5位に行きたいんですけど、5位はね、あの、えっ、ー、と、マンデー、マンディ、マンディ,ンディ、えー、地獄のロードウォリアーという作品なんですけど、2018年、まあ。比較的ね、これも新しい作品ですね。パノス・コスマトス監督作品ということになります。これはね、やっぱりこう、なんていうのかな、あの、えっ、ー、と、えっ、ー、とね、ま、マンディっていうのはね、このニコラス・ケイジが、 演じるね、主人公の奥さんなんですけれども、このマンディがね、あのまあ、殺,される殺されて復讐するっていうのかな、まあ、そのなある意味、身内が殺されて復讐していく男の物語ということで、一言で言うとそうなんですけども、これやっぱりこうヒッピーカルトっていうのかなあの、ヒッピーだとかね、カルト集団って言いますかね、まあ、そういったものに対してですね、こう殺された、ね、あの妻に対してですね、まあ、復讐をやっていくというような男。 ですかね、あのニコラス刑事・ケイジが演じる、ね、男がです、ね、こう復讐していくという物語ということになります。でまあジャンル的に言うとやっぱホラーというかアクションというかねバイオレンスと言っていいのかもしれませんけども、まあ、そこでね、まあ、要するにこう人里離れた、ね、森でこう平和に暮らしている、ね、この夫婦がですねなんかこう訳のわからない、ね、集団によって妻が殺されてです、ね、相手に仇討ちをするという話からするとね、まあ、本当王道でね、まあ、そんなストーリー自体はねすごくあの あるような話ではあるんですけれども、まあそこでね、こうある意味サイケデリックな世界を描いているということでですね、あのまあ、非常にこう、スタイリッシュな作品というふうに言える言うことができるかと思いますけどね、まあ、こちらあのベルギーの映画ということで、ベルギー映画,ベルギー映画でもね、まあ、時々こういうね、こうボットの作品が出てきますよね。まあ、どちらかというとね、こうなんていうか、まあ、こうサイケデリックでこう、 覚醒剤って言いますかね、LSD って言うのかな、LSD って言いましたっけその幻覚作用のあるあの薬を飲んだかのような映像っていうんでしょうかね。まあそんなところがあってですね、こう多分デビッド・リンチがね、あの、取りそうな感じのものをこう目指して作られたような作品ということでですね、まあこうやっぱりこうね、あの視覚的にこう幻覚だとかそういったものってのはこうえ、見る人選びますね。好きな人は好きですし、まあ、ね、ダメな人は全然ダメだっていうことになるかと思いますけども、非常にこうトリップするような。 映像というふうに言うことができるかと思いますけどね。まあそんな中でねあの、まあすごく特徴的でね、視覚的に優れた作品だということになるかと思いますよね。あとはね、やっぱり、えっ、ー、と、撮影とあとは、あれでしょうね、ニコラス・ケイジでしょうね。ニコラス・ケイジがね、やっぱりこうねえあの、演技としてはなかなかね、やっぱりいつも型らしくね、手堅い活躍をしてるんですよね。そんなとこでね。 まああのなんとかどちらかというとシュールレアリズムっていうんでしょうかね。まあそういったような色彩だったり映像設計になっているところがちょっと面白い作品かなと思ってちょっとね、これはね、あのまあ普通の復讐ものとかではなくてね、まあ、そういったちょっと独特の世界観のある作品だなというふうに言うことができるかと思いますよね。はいえー、とそしてですね、次が4位に行きたいと思いますけど、4位はね、この,あの研究会のチャンネルでもいつもお話ししてるですね、アリ・アスター監督のですね、ミッドサマー。 になります2019年の作品ですよね。まあ、こちらはですね、あのー、アリアスターってね、例えばこの前にね出たあのロバート・エガースですよね、ロバート・エガースなんかも同じですけれども、ロバート・エガース、アリアスター、まあ、こう最近のねあの映像作家の中ではこうちょっとねやっぱりこう一歩抜くようなね、あの頭が出てるようなね、こう素晴らしい作品をこう作り続けている、えー、と映画監督になりますけれども、この中でね、あの えとミッドサマー2019年の作品なんですけども、まあ、こちらもねあのやっぱりこう田舎ホラーというかな田舎のスウェーデンの田舎に旅していくこうあの女性の、ね、物語ということになりますよねこれはあのスウェーデンで撮られてるんですけど、まあ、実際はハンガリーであ撮られてるスウェーデンが物語なんですけども撮影自体はハ、ね、ンガリーで撮られてるそうなんですけれども、まあ、そこでねいわゆるある人沙汰離れたさあのところに行くとですね、まあ、やっぱりそこがね、まあ、カルト教団といいますかねカルト宗教の 人々がこう蔓延していてですね、まあ、そこで怖い目に遭っていくというね、作品なわけですよね。まあ、ちょっと田舎のカルト、えー、と宗教って怖いですよね。いろいろありますよね、そういうね。ミッカーマなんかもそうでしたけどね、まあ、そういった作品ですよね。で、ここはやっぱりこう優れてるのはね、やっぱりホラーってこう夜とかね、こう暗いとかね、こうなんとかそういう暗闇だとか、そういったところが、まあ、メインになってくるって言いますかね、やっぱり人っていうのはこう暗いところ怖いですよね。ですのでね、まあ、夜間撮影とか非常にあのホラーって多い。 わけなんですけどもこの作品っていうのはやっぱりこう白昼なんですよね。こうなんかこうミッド様ってすごくだからあのホラーではあるんですけどもまばゆい光っていうのかなこう淡い色彩っていうんですかね。こうすごくこう昼間まっ、あ、昼間のね恐怖というんでしょうかね。まあむしろそういった世界観っていうのがいいかなっていう感じですごくねポップな感じっていうんですかね色彩なんかもポップでですねあの昼間というところの中でこう狂気を示しているというかなそんなところがあるのかなと思いますけどね。まああそんなところでねあの まあすごく、ホラーの中でも、こう、昼間でもやっぱりこれだけこういう撮り方をすると怖いよっていうか、ゾッとすると言いますかね、わーっと来ると怖いですよね、こう、同じし考え方をしてるね、ちょっとこう、一歩こうね、ちょっとずれたね、人々がこう、あのね、に捉えられているというのは、すごく怖い作品ということで、まあ、いわゆるこう北欧の民間伝承っていうんでしょうかね、まあ、そんなね、イメージがすごくね、あってですね、あの、ビジュアル的にもね、非常に優れていると言いますか、こう、一歩ね、ちょっとか、あの、今までの、なんつかね、あの、夜の、 怖さというものとは違った、一歩違うようなねあの新しさというのを感じさせる雑巾だということになるかと思いますよね、はいえーと。そしてですね、次が3位に行きたいと思うんですけども、3位がですね、これはあの日本映画になります。日本映画でですね、1977年ですね、えー、で大林信彦監督作品といえば、えーと、ハウスということになります。あのね、ハウスとかっていうようなね、あ,のありましたけどね、まああの、ハウスもね、大林信彦監督もお亡くなりになってね、非常に。 でしたけどね、あのまあその当時ねやっぱり映像の魔術師っていうんでしょうかねあのそういった形で言われててですねいわゆるこうねあの、まあ、いわゆるこうなんだろういわゆる自主映画のせ制作から入っていってねこうまあ巨匠というのとちょっと違うのかもしれませんけどねあのいろいろとね角川映画なんかも撮ったりしてましたしですね尾、まあ、道三部作とかねそういったものも撮ってる監督であるわけですけどもまあ実験的な色彩というのは濃いんでしょうねまあその当時ね1977年 の日本映画といえばね、まあ、こういう作品を撮るそして劇場公開されるというのはなかなかこう珍しかったのかなって感じしますよね。こう非常にこうその当時としては、ね、こう特撮って言いますかねそういうと合成だとかねそんなものを使ってるんでこう初めて見た批評家からするとねなんだこれはっていうかね、まあ、テレビの CM の世界ではいいかもしれないけど、映画のね、要するに長編映画でこんなのあるのかなっていうような言い方もされる可能性ってのあってかな、そういうこともあったりして、まあ、否定的な、ね、評価というのが非常に多かったわけですよね。あのむしろね、成功法で行くよりも、珍品というかな、そんな扱いを受けた作品かもしれませんけれども、まあ、やっぱりね、時代が流れてね、1977年でこれだけ若々しい映像ですよね。こう誰もが作ったことのない作品ということになりますので、まあ、あ,のある意味あの、日本映画のね、 ジェイ・ホラーって言ってもね、こう、いろいろとリングだとかね、ジオンとかありますけども、まあ、そのよりも前にのね、あのー、まあ、古典というかな、そんなような作品だということで、まあ、海外からもね、やっぱりこう、再注目って言うんでしょうかね。まあ、新たにね、この時代になって、やはりね、こう、日本にもね、えー、1970年代後半にこういうすごい映画を撮った監督がいるということが、こう、再評価されてるというのが、まあ、現在の状況ということになりますよね。まあ、コメディとっていうかね、ちょっとこう、すごい怖いというよりもね、ちょっとこう、 笑いを誘うようなね、演出もあったりしてですね、純粋に怖いというふうにとかね、あの怖がらせとは言い難いんですけどもね、こう、パーンとかね、これ、ね、今見るとね、合成なんかもすごく安っぽく見えるんですけれども、それあの、まあ、当時のね、雰囲気から、当時もね、そんなに安っぽくなかったかというと、安っぽかったかもしれませんけどもね、まあ、ほら、コメディっていうふうに言えばいいのかなと思いますね。まあ、本当にこれも邸宅物でハウだけあってね、えっ、ー、と、まあ、ある田舎にね、こう、 数,数名のグループね、女性のグループっていうかね、若い女性のグループというか、ねあのまあ、が、なんかこうピクニックっていうのかな、こう旅に行ってね、あのいわゆるこう年老いた、まあ、老,老女っていうのかな、そこの不気味なこう邸宅を訪れる女子学生のグループの物語ということになりますよね。まあ、あの本当にね、これもなんていうのかな、あの幻覚っていうかトリップっていうかな、トリッピーな映画っていうふうに言えばいいんでしょうかね、まあ、そんなところですかね。 あと、まあ、音楽なんかもね、あのー、当時としては、えっ、ー、と、五大五ですね。五大五が音楽やっていたりですね。まあ、そういった、あの、えっ、ー、と、音楽なんかもね、あのやっぱりこう、ロックグループって言うんですから五大碁って何ていうロックグループでいいんですかあの、そんなような形ですけれども、まあ、そこがあの音楽担当していたりですね。そんなところがすごくね、あのー、その当時としては新しかったなって感じですよね。 はいえー、ということで、まあ本当にすごく独自な作品というのかな、その当時のこう日本映画の情勢、えー、か,からするとね、非常にこう独特なあの、まあ本当に変わった作品というかなそんなことだったりですね、非常にこう目新しさといいますか、まあ、いわゆるこうクリエイティビティがに溢れてる作品だということになるかなと思いますよね、はい。ということでね、お化け屋敷ホラーと言っていいかと思いますけど、館を巡る恐怖ですよね、そんなところですよね。はい。 えっと、大場久美子さんなんかも出てましたよね。あと、南田陽子さんが、えっと、あれでしたっけね、その、老女というような句ですかね。あの、ちょっと猫抱いてるね、女性ということでね、ちょっとこう、雰囲気のあるね、ものを演じてましたけどね。まああの、90分ない、88分の作品ですけれども、ハウスね、その当時、今見てもね、ちょっと新鮮な作品かなと思います。はい。えっと、そして2位に行きたいんですけれども、2位がですね、これもなんかやっぱり、大、 巨匠監督の作品ですけど、スタンディ・キュブン、リック監督の1980年の「シャイニング」ですよね。はいえー、とこれもやっぱりこれ,これが入らないとスタイリッシュホラーとは言えないのかもしれませんけれども、やっぱりね、これも枕言葉のように言われますけど、スティーブン・キング原作の小説を映画化した作品ですけれども、まこうね、スティーブン・キング自体はちょっと嫌ってるんですけども、も映画自体はね小説とは離れてね全然違うものとしてみれば、やっぱりこうスタイリッシュで、こうね、あのー、 さすがこうね、スタンリー・キューブリックだなと思わせるような、こう、幾何学的な構成って言うんですからね。あとはこうね、こう、遠近法とかの、に基づいたね、こう、こう構図ですよね。そんなところがね、やっぱりこう特徴的な作品ですよね。真ん中にカメラをね、バンといて、こう、奥行きのあるね、映像というものは、このホテルの、なんてか、道というかね、この通路にはふさわしいような作品ですよね。まあ、ジャック・ニコルソンがね、主演ですけれども、このジャック・ニコルソン一家がね、ある、あのオーバールクホテルというところに、 まあ管理人としてね、赴任してですね、そこの中でいろいろなことが起きていくという家族のね、物語ということになりますよね。で、このジャックニコルソンが自身がですね、ちょっとこう狂気に陥っていくという物語ということになります。まあ、その中でですね、やっぱりこうね、広角のショットとかね、あの、ステディーカムですよね、こう、動きながらもこう、ぶれないというかね、動かないか、動かないというか、こう、ガタつかないカメラ、移動カメラですよね。まあ、これがあのその当時は先駆的なね、撮影方法で、今でもね、 あの今スタディーカブとかも一般化してですね、カメラが移動するときにぶれないというかね、ス,スムーズに動くカメラっていうのはもう見慣れてるかと思いますしですね、でもですねまあそ、あのそういったことでまあ最初に出たね、初期の頃にスタディーカムを大々的に使った作品とはいえですね、それだけではなくてですね、やっぱりこの使い方がやっぱりすごくいいんですよね、物の珍しさだけではなくてね、やっぱり的確に使ってるというところはさすがにスタンリー・キブリックだと思いますけど、そんなとこでね、やっぱりこう、方角の。 本当に最初の空撮か、空撮って言いますかね、空撮から始まってね、あの、広角の使い方ですね、広角のショットというのはすごくね、あの、不気味な雰囲気というものを醸し出す、このホテルの広さっていうか、あの、だだっぴさといいますかね、そんなものを醸し出す作品ということになりますよね。も、ま、う、あ、登場人物限られてる中でですね、この、なんか異様なね、このホテルの閉鎖感、閉鎖された雰囲気とかですね、まあ、その中の恐怖を描いてるということからするとね、やっぱりこの、えっ、ー、と、 ビジュアル重視で、なおかつスタイリッシュな作品だというふうに言えるのかなと思います、はい。そして2位ですね。で、待望の1位なんですけども、こちらは何だと思いますかね。えっ、ー、と、1位がね、えっ、ー、と、1977年の作品。そして、えっ、ー、と、イタリア映画ということになります。で、監督はね、ダリオ・アルジェント。で、ささえー、と作品的にはサスペリアということになります。ですのでね、えっ、ー、と、1位、えー、スタイリッシュホラーの1位はですね、ダリオ・アルジェント。監督、1977年のサスペリアと。 いうことになりますでこちらで、ね、も説明不要というかこのチャンネルで言れば説明不要なのかと思いますけども、まあ、トーマス・ド・クイーン氏ですよね1845年に書いた3分の、えー、サスペリア・ディ・プロフンデスという、ね、作品の一部を引用というかなそれかに基づいた魔女三部作ですよねというものの中の一、まあ、作目ですねまあもともとサスペリアの段階でねもう三部作にしようとかは全然思ってなかったのかもしれませんけど、まあ、その中のねあの メーターサスピリオルムという、マーテルサスピリオルムですかね。そこをね、あのうまくね、そこの部分をこう使って魔女の物語にしているということになります。まあ、こちらはねあの、えーと、スタイリッシュホラーといえばね、こうなんかいろいろと9位までお話ししましたけど、まあ、サスピリアが1位になるっていうのはまあ当然予想されるといいますかね。まあ、これは全世界的にね、やっぱりサスピリアじゃないかなと思いますけどね。1977年の作品でもですね、やっぱりこう現代でもこう1位、これを揺るぎないね、 あのいわゆるビジュアルホラーのスタイリッシュホラーの中でね、金似党的な作品だと思いますので、まあ、どう考えてもね、これが1位にならざるを得ないということになるかと思いますけどね。まあ、ジェシカ・ハッパーですね、ジェシカ・ハッパー主演ここがねあの、アメリカからね、ドイツの名門バレアアカデミーに入学してきた、このアメリカ人、えー、とバレリーナの恐怖を描くと、一言で言うとそうですよね。で彼の、彼女の周囲の前でいろいろなね、 奇妙なことが起こって、周りの人々が次々と死んでいくという中で、最終的に、あの、スージーですね、スージーが魔女をの秘密を暴いて、えー、終わるというような作品ということになりますね。まあ、本当にだから、えっ、ー、と、いろいろね、いろいろな殺人シーンが出てきますけど、いずれもがね、この悪夢のような映像ということとですね、やっぱりこう、音楽とね、殺意、あの、本当にサスペンスに満ちたね、この魔女の。 こう、呪いというかな、もうその魔女の力によって、あの次々とね、人が命を落としていく様をね、非常にこう夢のようなね、悪夢のような映像で描いているというところが、やっぱりこう見どころということになるかと思いますよね。まあ、こちらもね、あのまあ、テクニカラーのね、フィルムで使っ、を撮ってね、フィルムで撮影して、テクニカラーという技術を使って、えー、と撮っていると。で、撮影監督ね、ルチアノトボリという名称ですよね、が撮っているということで、見事なね、撮影ところ。 テクニカラーのテクニックを使ったこの色彩ですよね。もう非常にこう色彩にも、えー、すごく手間をかけたね作品ということになりますよね。ということで、まあ、こちらがねあのテクニカラーを使った作品としてもかなり最後というかな最後の長編映画の一本ということになるので、まあ、これ以降ねフィルムのストックがなくなってしまったということでテクニカラー自体のね まあ技術だったりフィルムというものであまり取られてないというかね、あのもうもともとね、その素材がないのでね、現像書なんかも,もないですから、もう今から、今ね、本当に純粋にテクニカラーで撮ろうと思っても撮れないはずなんですけどもね、そんなところでね、まあ、1977年のテクニカラーで処理される最後の長編画の一つだという、その中もこの、えー、とダリオ・アルジェントね、あのまあ、最高傑作の一本ですかね、日、まあ、本を挙げればね、 サスペリア、パート2とサスペリア、どちらが1位なのかっていう、非常にこう、競り合うようなところだと思いますけど、まあ、間違いなくね、代表作の一歩だということ、こといって間違いはないかと思いますけどね。まあ、これがね、1位ということでですね、まあ、ジェシカ・ハーパー、ステファイネカチンですね、えー、というような作品ですね。まあ、こちらも98分、99分かな、ということで、まあ、100分ない作品ですけどもね、本当にギュッと詰まったね、夢のような作品ということになります。はい。えっ、ー、と、それではね、ちょっといつものようにね、全部、あの、 1> 1 10位から1位まで振り返ってみたいと思いますけど、10位がレ、えー、とネオン・デーモン、2016年の作品ですね。で9位がクリムゾン・ピーク、ね、ですねで。8位がツイン・ピークス、えー、ローラ・パーマー、最後の7日間。そして7位がウィッチですね。で6位がラブ・ウィッチという作品ですね。でえー、5位がマンデー、えー、地獄のロード・ウォリアーで。4位がミッド・サマーですね。で3位が、えー、ハウスで。2位がシャイニング。そして1位が、えー、ダリオ・アルジェント監督作品のサスペリアと。 いうことになりますよね、まあ、いずれもね、あの、まあ、こう有名な作品からね、ちょっとあんまりこう見られない作品までね、こういろいろありますけど、いずれもこうビジュアル派というかな、ビジュアル専攻といいますかね、あのすごくだからスタイリッシュでね、あの作品ですので、おそらくね、このダリオ・アルジェントが好きだったりですね、アルジェント研究家のチャンネルをご登録いただいている皆様であればね、 こう気に入るような作品っていうのが非常に多いんではないかなと思いますのでね、ぜひね、あの見てない作品があればですね、えー、ご覧いただければと思います。はいえー、ということでね、まあ、今回は以上という形にさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。